以前にもお話ししましたが、ガッツファルコンとガッツホークを合体させ光線の出力を上げることが可能です。これによってスフィアに対抗できるかもしれません。ハイパーソンレーザー発射！今回の結果でハイパーソンレーザーがスフィアに対して有効だということが立証されました。開発中の新兵器にも応用できるかと。新兵器 DG-001 ですか。TPU 第一演習場、こちらキャリー1。 TPU 本部からの作戦コードを送る。作戦コード受領、任務、照会、確認した。管制指示に従い、規定のコードを維持。最終進入コースはこちらで誘導する。ラジャー。ウルトラヒーローズエキスポ2022ニューイヤーフェスティバルのステージが DVD 化。ケンゴとイグニスが闇の力に立ち向かう。ユナ、アキト、マルールも登場。みんなの思いが一つになった時、時空を超えた奇跡が起きる。映像特典も見逃すな。ウルトラヒーローズエキスポ2022ニューイヤーフェスティバル DVD 好評発売中。あの最終決戦から2年、平和になった地球に最悪の巨人イービルトリガーが現れやがった。このままじゃまずいのに、 Z の様子もなんかおかしいし。頑張れケンゴ、ハルキ、イグニス、俺たちガッツセレクトも一緒だぞ。みんなの笑顔を守るんだ。ウルトラマントリガーエピソード Z、 ブルーレイ DVD で応援してくれよな。ウルトラギャラクシーファイト運命の衝突、10月28日発売。宇宙の命運をかけた戦いを見逃すな。シリーズ好評発売中。決めた。DG-001 テラフェイザーです。
さか可動試験の直前を襲撃されるなんて。今の怪獣のデータ照合できます？はい、少々お待ちください。出ました。画像と特徴が一致します。生態は分かりますか？例えば特定の周波数に呼び寄せられるとか。 いえ、過去にも同種が何度か確認されていますが、まだ謎の多い怪獣で固有の習性などは。そうですか。いや、めっちゃかっこいいな。気持ちはわかるけど、ちょっと興奮しすぎじゃない？いや、俺らがさ、子供の時にロボットが落っこちてきたってことあったじゃん。キングジョーだっけ。うわ、もうあのニュースの時ももう超ワクワクしたもん。ああ、俺も覚えてる。教本にも載ってたしな。残念ですが、テラフェイザーは AI による自律制御です。君と同じでね。それは興味深い。お前も稼働試験見に来てよかっただろ。まあな、怪獣の襲撃は予定外だったが。そうですね、期せずして実戦という形になってしまいましたから、各部の点検に時間がかかりそうです。稼働試験はそれが終わってからですね。小型の台風？はい、前兆のようなものはなく、突然。次から次へといろいろ起こる日ですね。念のためコード1を発令しておきましょう。副隊長、何だって？太平洋に小型の台風が発生したらしい。コード1が発令された。そうなんだ。進路によっては試験の中止もありえるそうだ。コード1って何だっけ？そんなことも分かんないの？いや、隊長から。続きを説明しても。あ、すみません。どこまで話しましたっけ？開発の経緯などのあたりを。そうでした。もともと計画がスタートしたのは闇の巨人への対抗策としてでした。しかし完成を見ぬまま戦いは収束。あとは皆さんの知っての通り、ガッツセレクトの縮小とともに計画は凍結された。強力すぎる性能を危険視する声もありましたしね。開発の再スタートには博士の尽力があったと聞いています。スフィアの襲来にデッカーの登場、私も手をこまねいているわけにはいかないと思いましたから。じゃあやっぱり博士のおかげっすね。途中から後乗りしただけですよ。試験の前に機体の説明をしておきましょうか。ぜひお願いします。まず動力源ですが、ハイブユニットに貯蔵された TR 粒子をエネルギーに変換し稼働します。 TR 粒子？最近研究が進んでいる特殊な粒子です。まあ細かな説明は省きますが、さまざまな効果を発揮します。いいっすね、ロボっぽくて。ロボっぽいじゃなくてロボなんだけどな。次に武装ですが、まず右腕のクローアーム、伸縮機構を組み込んであり、近中距離で威力を発揮します。遠距離には左腕の TR ビーム砲で対応が可能です。あの肩のでっかいのって何ですか？ TR メガバスター。まだまだ調整が必要ではありますが、ガッツグリフォンデータノウハウを詰め込んだ一撃必殺の粒子砲ですよ。一撃必殺？うわー、かっけー。うるさいねえ、龍門くん。一撃必殺？え、燃えるな。燃え？え？あ、いや、強力な武装になりそうだ。浅掛博士、各部点検終了しました。ありがとう。改めて稼働試験を始めましょうか。台風の速度が上昇。ありえない。まっすぐ試験場に進路をとっています。これは中心部に高熱源体を確認。
高度方へ移行してます。明日美隊員たちに連絡を。ラジャー、目標はテラフェーザー。何これ、山の天気は変わりやすいって言うからな。これは式は中止だな。のんきなこと言ってる場合か。これは変わりやすいってレベルじゃないぞ。和田回収、キングの隊長連絡。こちらキングの。ダメ、通じない。なんだと、電磁波でも出てるのか。こうなり現場判断だ。行くぞ。ラジャ、私は現地チームを頼むぞ。正論を図るいい機会です。テラフェイザーに現役させます。テラフェイザー起動。怪獣の狙いがテラフェイザー。この短時間に2度目、偶然ではないと思いますね。しかしなぜ。ゴモラもデスドラゴもスフィアは警戒して暴れた。地球に生じた異物を排除するのが怪獣の本能だとしたら。興味深い仮説ですね。しかしその仮説だとスフィアもテラフェイザーも怪獣にとっては同質ということになります。怪獣学は門外でしてね。素人考えで恐縮ですが。右だ右。なんでそっち向いちゃうかな。先ほどの怪獣より随分強力なようですね。それにテラフェイザーの AI は実戦経験が圧倒的に足りていません。え？中枢を焼き切られたか。目的は達した。あの野郎はまだ帰る気はないらしいぜ。なんか小さいのもいるんですけど。様子を伺っているのか。だがテラフィーザーがあの状態ではAI ユニットを入れ替える必要がありますね。しかし実戦を学習済みの AI でなければ勝てないことは実証されています。いや、そんな経験豊富な AI ゴロゴロ転がってるわけないだろ。いるじゃないか。え？これは君だけのウルトラ怪獣を育成する物語。ご飯をあげて、特訓して、バトルして、君はどんな怪獣を育てる？ウルトラ怪獣モンスターファーム、10月20日発売。輝け、フラッシュ、ジェッカー！ウルトラヒーローズエキスポ2023ニューイヤーフェスティバルが開催決定。東京ドームシティプリズムホールに俺たちカナタとイチカとリュウモンが毎日登場するぞ。会場に来てくれたみんなには限定ディメンションカードをプレゼントだ。冬休みは東京ドームシーに行くしかねえ。ウルトラマンベッカー、カードに宿るウルトラマンの力、オーチャーディメンション、ビークラッシャーでスカンせよ。クリスタルを開いて変身だ。デラックスウルトラ D クラッシャー、キーとカードのダブル連動、デラックスウルトラデュアルソード。ウルトラソフビシリーズ怪獣が出現。スフィアサウルス、スフィアコモラ、ガッツマシン出動。立ち向かえウルトラヒーロー。君は何で戦う？ウルトラソフビシリーズガッツホークも。ウルトラマンデッカー、カードに宿るウルトラマンの力を解放せよ。
D フラッシャーでバーコードをスキャン。ウルトラディメンション、レバーを引くとクリスタルが展開。ウルトラマンデッカーに変身だ。ウルトラマンデッカーフラッシュタイム。さらに怪獣カードをスキャン。ディメンションカード怪獣を召喚。変身、そして召喚。カードスキャンで遊び尽くせ。ウルトラマンデッカーデラックス最強なりきりセット。カナタ、一応確認するけど本当にやるんだよな。当たり前だろ。メンテナンスアッチから内部に侵入し、焼き切れた AI ユニットと羽根城を交換します。いつあいつがまた降りてくるかわからない。急ごう。よし、そんじゃあ行きますか。ヤブラちゃん、どうしても俺たちに邪魔したいらしいな。止まっちゃダメ、しっきりよ。誰だこれは。君たちの仲間は私が助け出したと言いたいようです。そんなこと言ってんのか。なんかよくわからないけど、カナタは無事で、あなたは一緒に戦ってくれるってことでいいの。みんな、つぶらやイマジネーションは知ってるかな。サービス開始以来大反響、ウルトラサブスクはますますパワーアップ。ウルトラマンシリーズやつぶらや特撮作品に加え、続々登場するオリジナル新作がウルトラ見放題。さらに会員限定アイテムやオンラインイベントなど、幅広く楽しめる特典やエンターテインメントをお届けします。忘れられない伝説からここだけの新作まで、つぶらやイマジネーション。ヒーローや怪獣たちにもっと会える。ウルトラサブスクで検索。今すぐつぶらやイマジネーションにアクセスだ。本当の戦いはここから始まる。本物そっくりで自由に動くウルトラヒーローが誕生。
SH フィギュアーツウルトラマンデッカーガッツセレクト出動レーダーやるしかねえ今やるしかねえんだ行くぞ輝けフラッシュデッカー新番組ウルトラマンデッカーテレビ東京系にて毎週土曜朝9時放送中龍門隊員羽次郎のことは私が、あなたが助けたいと思ってるのは、たまには私たちもデッカーの力にならなくちゃね。よし、ウルトラマンデッカーと連携するぞ。しゃ。やれやれ、命がいくつあっても足りないな。私には航空機用の OS しか積まれていません。これまでの実践データを加味しても専用に開発された AI にスペック上届きませんが。そうかもしれません。ただこんなところで壊されては困るんです。テラフェイザーは私の希望なので。接続完了。いつでもいいですよ、羽次郎。わかりました。テラフェイザー、起動します。各部正常に作動。マキシマドライブ安定。粒子コンバーター安定。いいデータが取れそうだ。私のことは気にせず、思いっきり戦ってみてください。ラジャー、ER 粒子3分。任せたぞ、羽次郎。俺たちは小型種の殲滅を。ラジャー。ゲー。させるか。
オーバーヒート、うん、できますね。助けられたからいいものの肝を冷やしたぞ。今回はマジでダメかと思った。デッカーに感謝だな。てかお前まずどこ行ってたんだよ。いや連れてかれて。連れてかれた。デッカーに助けてもらって。なんで怪我してんだよ。なんで頭些細な材料も見逃さない洞察力。困難にまっすぐ突き進む意志、やはりあなたたちは。あ、朝影博士、こっちこっち。気づけばまた空回り、なぜだろうずっと繰り返し、遥か彼方に輝く星を見上げている。いつになればあの中身へたどり着ける。でも今はまだ自分細胞から誕生したスフィア・ネオメガス。苦戦を強いられるガッツセレクトはテラフェイザーを中心とした反撃作戦を開始する。次回ウルトラマンデッカーネオメガスの逆襲、みんな見てくれよな。ただがむしゃらに走ればいい、あきれるほどまっすぐに。最後まで見てくれてありがとう。動画を見逃さないためにはチャンネル登録がいいらしいぜ。一緒に楽しもう。